点のリードがあります。これも捉え直したスリー。小山あたりもヘンドリアの、まあ、これ役割に合うわけですよね。そうですよね。フェイダベーシュート、富永また決めた。決めています。本戦届か。さあ、田中ボールが奪った。富永ボールを外して、どうなのか。1対1を、あ、ここでシュートを打ってくる。ここで打てるんですよね。あの距離を決めてきます、富永。おお、距離あるぞ。うわあ、綺麗綺麗。富永、そして東野のスリアスが下がります。ここは今ワンオンワンになっている。ワンオンワンでやっとこの位置から打つ。うわあ、これは超高いリーグ。もう本当になんか驚きになってきてます。ポジションも別に真ん中でも右でも左でもね、はい、でもステップバッカーなんですけど、綺麗なコーナー入りますから、この位置を頑張って抑えたいところです。それに使って富永のシュート、あー、決まった決まった決まった。それではゆっくり外でボールを回してシュートを打つ富永、軽々と決めてきました。アウトサイドシュート、はい、あのフィジカルの部分で、ね、ちょっと当たってバランスを崩してるんですよね。シュートもうちょっとタッチが悪いですね。さあ、桜川さん、リードを広げるチャンス、外から富永のスリーポイントはどうだ、決まった。綺麗なシュートだ。おっと、富永スリーポイント決めてきました。また打つ富永、はい、決めたスリーポイント。スリーポイント決まりました。綺麗ですね。そこに回っています桜川富永スリー決まった。この辺から1本入るとね、連続で入りますからね、はい、あの激しいですからね、はい、はい、はい、なかなかシュート打てないですし、ね、おお、それでも決めた。ガッツポーズ出ています。富永リバウンドを取ったのは桜川岡、正面からフェイダウェイシュート来た。また決めた富永。ドラグストラ、これから富永のスリーポイント決まりました。